どうも、昨日の襲撃で心と帝国にダメージを負ったアリスちゃんだよ。いや、そこまで心に傷負ってないだろとマリサだぜ。さあ、いよいよ9日目となり、15日生存も現実的になってきたね。労働者たちも一生懸命働いてくれてるよ。昨日の襲撃で色々と壊されちゃったところもあるから、それらを修理して再建しつつ、強固な防衛陣地を作っていくのだ。うえ、頑張れ。いや、マリサも一緒にやるんだからね。はいはい、わかったぜ。さて、それじゃ9日目だけど、襲撃で壊された建物の再建からやってくよ。確か畑に牧場、そして採石場が破壊されてしまっていたな。とりあえず牧場と畑を再度建築してっと。で、お次は城壁を修理していくよ。城壁の方は一応新規で作るよりも少ない資材で再建できるのかな。で、今回の襲撃地点は前回と変わって南側か。で、木材も溜まったから採石場建ててっと。兵士たちは敵に訓練させて数を増やしつつ、防衛強化するよ。というわけでまずは石の塔にバリスタを設置。次におとり用の伐採所を設置。む、おとり？闇の住民は近くの施設を破壊しようとする傾向があるからね。それをあえて逆手に取って、建造コストの小さい伐採所を外に建てるってわけですよ。なるほど。さて、それじゃあこの伐採所に集まった敵を対処するために防衛強化するよ。お、頑丈な石の城壁にレベルアップか。ちなみに石の城壁は2列に9兵を配置できるから便利だったりするよ。ってなわけで塔も設置。その塔にはしっかり投石機を設置してあげてっと。これでだいぶ防衛強化できたな。最後に9兵を城壁にセッティングさせたら、あとは夜を待つだけだね。さあ、素敵なパーティーの始まり。この伐採所をめがけて突撃してきたところを9兵と兵器で一網打尽なのだ。いや、これ別方面に向かってないか？あ、そういえば城壁で一部囲ってない場所あったね。狼がいるからって放棄してた部分だな。狼がある程度戦ってくれるとはいえ、この数相手だと何人か見逃しちゃいそう。というわけで城壁外で少し戦わせるよ。さすがにそんな少人数だと返り討ちにされそうだが。ま、狼が対処できるくらいまで弱めつけてくれれば大丈夫だよ。この世界の光の住民はいくらでも境界で復活するしね。あ、復活するからって爆弾持って特攻させたりしちゃダメだよ。アリスならいざという時やりかねないけどな。で、敵が狼と戦ってるからその後方に兵士を集めて配置していくよ。結局あのおとりの伐採所は効果なかったな。むう、いい作戦だと思ったのに。と、モンスター2体との戦闘だよ。前方に剣士、後方に旧兵だな。よし、倒せたね。おい、風車が敵の攻撃にさらされてるぞ。仕方ないから剣士を攻撃している旧兵のところに向かわせるよ。あ、風車燃えてる。ぐぬぬ、間に合わなかったか。だが敵は殲滅できたようだぜ。さて、10日目になったから大して役に立たなかった狼を駆除するよ。アリスに役に立たないって言われる狼かわいそう。ま、どっちにしろ領土拡張するときに狼の巣があると広げられないから、いつかは駆除される運命なのだよ。ちなみにその駆除の方法って？そりゃ猛武力行使でしょ。ああ、巣が燃やされていく。その間に壊された風車を再建しよっと。で、狼の巣の駆除完了したね。で、今日攻めてくる方向の城壁を強化してと。あとは増えゆく住民たちのため、住居を忘れずに建てるのだ。現在の労働者人口は42人だな。うん、だいぶ大きくなってきたね。で、襲撃予測地点の近くにバリスタ設置してと。それとさらなる軍拡の資金のため、新しい太陽石鉱脈まで領土を広げるよ。ちなみに領土を広げれば広げるほど、要求される木材は増えてくるね。そういや城壁で囲えてない部分はどうするんだ？あ、そこ作るの忘れてたよ。というわけで日没も近いけど急いでフェンス建設してっと。持っている木材の量的にはフェンスの代わりにもう一個上の城壁でも良かったような気はするが。領土拡張2000くらい木材要求されるからね。減らせるところは減らしていかないと。というわけでいざ、10日目の夜の戦闘。お、今回は剣士たちを城壁の外に出して戦わせるんだな。うん、あえて前面に出して戦わせてみてるよ。その分損耗激しいだろうけど、何事もテストしてみなくちゃね。それにしてもだいぶ敵の数増えたよな。この敵の集団にロケットランチャー向けて吹っ飛ばしたいよね。だから現代兵器はないからな。ちなみに今の兵士数は64人。これがどれだけ減るのか気になるところだぜ。だいぶ乱戦になってるな。これ、城壁にあまりにも近いと旧兵がうまくダメージ与えられないっぽいね。
って、ほどなくして剣士部隊は全滅か。40人やられちゃったね。これ境界なかったら積んでるな。で残りの敵はどこ行くつもりだ？城壁壊してくるものかと思ったけど、城壁に沿って移動してるね。あ、これフェンス建設途中じゃん。その隙間を狙ってくるとは、敵もなかなか見やりよる。いや隙間あったらそこから狙われるの当たり前だからな。しかしそこは狼の生息地。あれ、狼の巣って除去したんじゃなかったのか？狼の巣は2箇所にあったからね。もう一つを残しておいてよかったよ。で、これで敵の殲滅完了だね。さて、無事11日目になったね。これで残りの襲撃は5回か。それじゃ太陽石工房を作っていくよ。これが3つ目だからこのマップで太陽石の攻略は最後だね。だいぶ領土広がったな。それじゃいつものごとく襲撃予測地点に塔を建ててっと。あと資材に余裕あるから住居も建てようね。アリスちゃんと共に生き残りと毎日の労働を楽しみたい人はぜひ移住してくるのだ。こんなブラックな環境なのに移住してくる人多いのな。そりゃだって外の人々は闇の住民に怯えながら暮らさなきゃいけないしね。ああ、言われてみれば確かに。さて、恒例となったおとりの設置も忘れずに。あとは兵士たちをきれいに配置して、夜を待つだけだね。今の兵士数は72人か。復活待ちが2人いるから、合計は74人だね。さて、長い夜の始まりだよ。お、今日は一直線に向かってくるな。さすが21日目ともなるとかなりの数が出てくるね。お、投石機が敵集団にいいダメージ与えたな。ちょっとした丘を越えるともうそこは急兵のキルゾーン。闇の住民を完膚なきままに叩きのめすのだ。剣士たちも新聞を食い止めるために戦ってるな。丘の上のダメージレースでは遠距離攻撃が充実しているこちらが優勢。撤退の文字を知らない闇の住民に絶望を教えてやるのだ。この投石機、なかなかいい仕事するよな。毎秒多額の保全費を払ってるだけはあるね。む、伐採所が攻撃されてるぜ。それはおとりだから OK。 そして敵が乗り込んでくるぞ。だけどこの旧兵の数の前では一瞬で消えていくね。旧兵増やしすぎな気もするが、これはこれで面白い戦略だな。剣士たちが使い捨て感覚だけど、城壁にダメージ食らってないところがポイント。兵士はどれだけやられようとも、城壁は絶対壊させるな。お、残りはこの投石機部隊だな。よし、撃破したね。であれ、まだ朝にならない？モンスターがゆっくり歩いてきてたようだぜ。はいはい、そのまままっすぐ歩いてきてね。モンスター、だいぶ楽に倒せるようになったな。で、バグだと思うんだけど残り2体の波状椎が動かないの巻。どうするんだよこれ。仕方ないから一人をおとりに向かわせるよ。お、ついてきたな。投石機と旧兵による温かいおもてなしだよ。バッタバッタ倒れていくのな。おもてなしが嬉しすぎて気絶しちゃったようだね。で、残りの敵なんだけど、あと30秒で夜明けだから放置でいいや。夜明けになると帰っていくのか？うん、帰るってよりかはその場で体力が0になるって方が正しいかな。さてさて、このアリス帝国での生き残りも終盤になってきたね。最後まで油断するなよ。うん、資源はもう安定しているから、軍事的なところを中心にやっていくよ。で、今日の防衛だけど、バッパー的防衛を試してみるのだ。バッパー？そう、敵の進軍を止めるために城壁の外に雑にフェンスを設置して、多少の防衛用設備の破壊を認めつつも、しっかりダメージを与えていく戦術だよ。簡単に言うとおとりの伐採所に加えておとりのフェンスを置くわけだな。ま、そんな感じだね。終盤になってくると、領地拡張さえしなければ木材余りやすいかな。だからって無駄に立てすぎるのは良くないぜ。木の資源は有限なんだからな。ま、この世界だと1日で生えてくるんだけどね。とんでもない世界だった。む、これは。ちょっと資材に余裕あったから銅像的なものを建ててみたよ。まあ、いいんじゃないか。偉大なるレーニン像があれば言うことなしだったんだけどね。レーニン像があるゲーム自体が珍しいからな。ってなわけで防衛設備と兵士の配置が完了。あとは夜を待つだけ。さあ、夜になったよ。というわけでまずは城門を開けようね。いやいやいや、城門開けたら城内に敵が入り込んでくるだろ。もう、マリサは分かってないな。あえて城門を開けることで敵を引き寄せる作戦なのだよ。投石機は止まってるけど、工場櫓は開いた城門の方に向かってるね。工場櫓か、新しい工場兵器だな。工場櫓は移動式階段みたいな構造で、城壁に設置すると城壁を登ることができるよ。つまりほっとくと城壁の旧兵がボコスカやられてくわけだな。うん、だから城壁に達する前になんとか倒さないとダメだね。というわけで開けた城門の方から剣士部隊を突撃させるよ。
投石機はなんかまだ止まってるし、うまくカッコ撃破の形が取れそうだぜ。さあ、工場櫓を壊すのだ。よし、工場櫓を壊したから次は投石機。数の有利を生かして突撃させるよ。圧倒的じゃないか、我が軍は。まだ残っている兵士は65人、日頃の軍拡のおかげで戦力は十分だな。うん、これで最初に攻め込んできた敵はひとまず片付いたかな。で、残りの敵は例のごとく止まってるな。そしたら剣士部隊で突撃すべし。って思ったらなんか動き出したから急いで交代するよ。ちらっと工場櫓と別にはしごも見えたな。はしごも工場櫓と同じように城壁を突破するための装備だね。アリスの用意したオトリオフェンス、思ったより活躍してるな。ま、正直この数なら一気に攻め込まれても対処できるけどね。さっきの敵たちは倒せたから、残りのまだ止まってる敵に攻撃してくよ。こっちが攻撃を加えると動き出すようだな。なんか旧兵が多いから結構ダメージもらいそうだけど、ここは数で押し切る。ソ連で学んだ突撃戦術をここで活かすのだ。囲んで叩きましょうねー。というわけで無事撃退できたところで今回はここまで。このまま順調に行けば次回で決着がつきそうだね。アリス帝国に栄光あれ。